吹の刀新村十数年この方冬から春にかけて吹きノトを試食するようになったが元は確か外装の薬だとか言って亡き母がどこからかもらってきたのを塩辛く煮させて食べたのから始まったと思っている少年の時朝のお漬けにあれを刻み込んで父がさもうまそうに味わっていたのを それこそ、苦々しそうに眺めていたことも覚えている。近年は毎期、しばしば、それを勝備して一人越に行って、時には、サルミノのレンクに、場所が、吹きの目取りに、暗闘ゆり消す、と、つけたのを想起して、衆を紐解いて、巨来がそれに、童心の、怒りは花のつぼむ時、と、受けたのを見て、歌たた、 自分の老況を嘆ずるるばかりである去年の3月の末には、珍しくも、東京からの人に夜行の汽車を取って、早朝、美の字に差し掛かって、不破の席近きトンネルを抜けた刹那、土手の斜面に、まだ燃え始めぬ野草の裏から、吹きの塔が一面に生えていたのを見つけて、梅雨け朝浅間滝きの新鮮さを鑑賞したことがあった。当日の日記に、3月30日、 晴れ、身の字に入りてより、車窓外を見る。藤川はすでに過ぎてトンネルに入る頃なり。トンネルを入れて左川の土手に、吹きの塔の村立ち目に入る。緑色に白き目の萌え立ちなり。桃色の低き草花は何にならん。甲虫曰く、これは少状ばかまなるべし。4月4日。 半の木か、くぬぎか、萌えいでんとせる雑木の芽吹き、ぼーっとして美し、けやきの遠見もよろし、白梅なお盛りなり、連行も遠方に見う。今年は気候やや遅れたか、3月末の投稿には、吹きの芽も目に入らなかったが、4月5日の状況の時には、柏原あたりから関ヶ原辺までの間、土手の脇にも、田んぼにも、川沿いにも、 あの白緑色の塔が、あれあそこにもここにもという塩梅に、おびただしく参見して、目を楽しませたのであった。提携してきた七部衆には、吹きがごくほどあることを数えて、さらに環境を加えたが、俗サルミノにも、踏みまたぐ土手の切れ目や吹きの塔の矢シの他に、投げ入れや梅の相手は吹きの塔などという生け花の句もあって、 なるほど、お花の方でももてはやされるのだな、と、今さら気もついたのであった。二月号の月明かりの裏表紙に、吹きの塔の絵のあったところから、それを描こう描こうと思いつつ、少し塔が立ちすぎた嫌いもあるが、在京中、昨日鎌倉の上知寺で、そのつくだ煮を食べた環境に呼び覚まされて、ついに一筆することになった。